この2本を比べてみました。こちらはエヴァン・フォルツの5、5枚合板のものです。このラケットは5枚合板ですが、弾みが強めです。この表面の黒い板が硬くスピードが出ます。この黒い板以外は柔らかい印象でしなりがあります。2本を比べてみると、こちらの方が飛距離が短めで安定して、そして玉離れが早いような印象でした。カウンターしやすかったです。このラケット自体も弾むのですが、こっちの方がさらに弾むという、もっと弾むという感想でした。こちらはスピードとスピードが出て、板がもともとのアコースティックの板なので、そんなに玉離れが早いとは感じずに回転をかけやすかったです。スピンがよくかかる、かけやすい印象でした。ただ弾みはかなり強いです。ファーストの弾みで、明らかにこの2本だとこちらの方が弾みました。エヴァン・フォルツ5を使っていて、もっと弾んでほしい、もっと攻撃力が欲しい、ボールにスピードが欲しいという方に向いています。卓球ラバーは回転系の05とか、とにかく回転がすごい卓球ラバー、飛距離はそんなに出なくていいので、回転系スピンの性能が高い卓球ラバーを選ぶと良いと思います。台から下がってドライブを打つという方に向いています。前陣の方や初心者の方にはちょっとおすすめできない弾みの強さです。中級者か上級者に向いています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。